1対1の、まあ、無料相談という形で話して契約するっていう流れでやってたんですけど、はい、パタッとそれがもう取れなくなってしまいまして、まあ、そこからも1件60万円の単価の商品が制約されていると。皆さんこんにちは。こんにちは。今回留学2ヶ月でインスタ集客のみで月商60万達成した秘訣について翔太さんとね実績の声取っていきたいなと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在の業種を教えていただけますでしょうか。今は FX のトレーダーをやってて FX のコンサルタントみたいな活動をしてますね。コンサルタント事業されていると。かしこまりました。 SNS って正直こういうスクールとかコンサルものすごいたくさんある中でうちを選んでいただいた決め手って何だったんでしょうか。まず TikTok で北野さんのことを知って、タワマンションとか結構好きで、タワマンっていうところで言うならちょっと価値観に出て年近いし、この人から教わりたいと思って来ました。あ、なるほどですね。ありがとうございます。はい、ちょっと入学前の状況ってところも具体的に聞いていきたいんですけども、なんかその集客面とか売上面とか、はい、そういうとこってどんな感じだったんですか。はい、入学前は独学でインスタ集客を、まあ、ネットとかで調べてやってて、はい、うん、自動ツールというわけじゃないんですけど、はい、アカウント運用してくれるみたいなところにちょっと入ってて、はい、DM とかのやり取りで LINE に誘導して、で1対1の、まあ、無料相談という形で話して、やってみたければ契約するっていう流れでやってたんですけど、はい、パタッとそれがもう取れなくなってしまいまして、DM からリストが取れないと、はい、取れない。なるほどなるほど。なのでまあやっぱ自然なリストないとダメだなと思って、その術が全然なかったので、どうにかしたくて入学したっていう感じですかね。じゃあ本当に LINE のリストを獲得したいっていうところがもう課題認識が明確にあって、それでご入学をいただいて、でその後売上面的な変化とか状況ところもちょっと教えていただけますでしょうか。はい、DM で誘導できなくなったから全くゼロになってしまいまして、はい、でそこから教えていただいたインスタ運用、そのコメント周りとかいいね周りとかだったり、っていうのをしていったら、毎日ペースでリストが取れるようになっていって、LINE配信していったら、個別相談が徐々に入り出して、制約したっていう流れですね。入学12月からなので、ちょうどね、2ヶ月間っていう感じしかまだ経ってないんですが、最近、まあ、1日1ストーリースペースでいうと、大体 LINE 公式30人ぐらいですか。あ、そうですね、本当30いくかいかないかぐらいのところですね。まあ、そこからも1件、60万円の単価の商品が制約されていると。はい。まあ、実際に30リストで60万円ってね、結構いいペースで、売上ペースは来てるかなというふうには思うんですが、今回、翔太さんが売上を達成できたその秘訣ってところですね、こちらのインスタをね元にしながら根掘り葉掘りね聞いていけたらなと思うんですが、はい、よろしくお願いします。年、はい、はい、FX で自由なライフスタイルを実現、まあ、コンセプトとかこの辺はねある程度ちょっと初回コンサルとかでねいじらせていただいたりは、はい、して、うちに入学された時がこういった投稿だったんですね。この辺の結構写真投稿が多めで、そこからうちに入学いただいて見やすい背景で統一感を持った形で統一して、今ではねこういった形で発信をされてるわけなんですが、インスタで翔太さんが意識していること、気をつけてるポイントとかあればちょっと教えていただけますでしょうか。最初やっぱ投資系お金全般みたいな感じで発信してたんですけど、はい、投資系と FX 系ってちょっと別物らしくて、投資は興味あるけど FX は怖いみたいな人がやっぱ多かったんですよね。うんうん、なるほどですね。医師免許と歯科医師免許って違うよねっていう。あ、全然違いますね。そういう類なのかな FX はと思いまして、自分のノウハウ持知識全部出していこうっていう感じで切り替えたのがきっかけですかね。発信の内容としてはもう資産運用とか投資とかいろいろやつも FX で絞って発信をしていってから、もう絞ってます。毎投稿にキーワード FX とかね、チャートとか、はい、FX で9割の人が負けている理由とか具体的なタイトルを入れていただいてるっていうのもねあると思うんですけど、リールとかはどういうの上げられてますか。テロップ型って言われるプライベートの動画に文字入れて FX のノウハウを発信するっていうことをやってます。例えばこのグランビルの法則、チャートの本質を学ぶのはこれだみたいな、で FX で9割の人が負けている理由、この風景の素材とかはご自身で撮ってって感じですかね。はい、そうです。ちなみに文字とかってどういうアプリ使って入れてますか。キャップカットっていうアプリ。あ、有名ですね。キャップカットでこういうの入れてらっしゃると。インスタの投稿のタイトルとかってなかなかいいタイトル思いつきませんとか、ネタが思いつかないとかっていう人結構いると思うんですけど、はい、この辺ってやっぱどうされてますか。はい、実際 SNS 集客からのタイトルテンプレってあるじゃないですか。ありますね。あれを自分なりにアレンジさせていただいたので、めちゃめちゃ使わせていただきました。うちの学科のまあタイトルのテンプレがねあるので、それ通りにも活用されて、まあ、タイトルを決めてると。あとはストーリーとかはどういう内容を上げるように意識されてるとかあります。最初ちょっと寄り添う系でやってたんですけど、怖いとか、うん、イメージすごい悪いので、まあ、寄り添ってもなんかダメだったんですよね。なので開き直って、うん、怖いとか言ってるならやめればみたいな感じで、はい、オラオラじゃないですけど、そういう感じでちょっともう発信してます。スパルタ系ってことですよね。逆にちょっと突き放された方がついていきたくなるというか、でも本気の人が残ってくれるっていう場合もあったりしますし、飛躍にしないお客さんとかねいなくなったりとか、そういう戦略も一つありっちゃありなので、あとやっぱり黒ベースに白文字を入れてるっていうのがすごいやっぱ見やすいですよね、ストーリーで言うと。そこも教わった通りですちょうど昨日の実践会でね、はい、この話していただいたんですけど、はい、
速ちょっと使わせていただきました。動画見てくださってからもぜひ参考にしてほしい。基本的にまあ黒背景に白文字っていうのが医学界とかお医者さんも言ってるぐらい、その人間が文字を認識するとき一番見やすい文字なんですよね。まあ、最後にこういうリアクションマークとかスタンプマークを置いといてあげると。ハイライトとかもね、 FX トレード実績者の声とかプロフィールとか掲載とかいろいろ書かれてらっしゃいますが、受講生の実績とかもやっぱストーリーに載せられてるっていうのも大きいですよね。あ、本当やっぱ成果出てるノウハウなんだなっていうのがリアリティを持って感じていただける。この LINE のスクショっていうのはやっぱりストーリーで載せるっていうのは未だにやっぱ反応がすごいありますよね。インスタライブとかはされたりしますか？はい、本当たまにですけどやったりしてますちなみにどんな感じの内容話してますか、ライブでは？あ、 FX のノウハウだったりとか、うん、マインド系について話してますかね。確かにそのライブってノウハウいっぱい話しすぎるとお客さんもお腹いっぱいになっちゃうから、ノウハウを3割4割ぐらいにして、そのマインド系の話を6割7割ぐらいすると響くっていうのがあったりするんですが、具体的に言うとマインドの話ってどういう内容を話されてたりしますか？自己投資の重要性とかは話してますね、うん、どの業種でも大事だし、 FX とかっても学校で教えてくれないと言いますかコミュ力高いとか現場までの経験とか全部使えない一からのスタートなので、ビジネス系よりも自己投資大事だと思うので、そこを話してますかね。お金を用意して投資だし、勉強するたびでもまず、まあ、本買ったりコンサル受けたり自己投資をしていくことが大事だっていう考え方をちゃんとセットしていくっていう、はい、あと LINE の配信についてもね、お伺いしていきたいなと思うんですが、販売動線としてはインスタから LINE のリスト、 LINE から個別販売、最後は結構 Zoom で販売されてる感じですかね。無料体験会みたいな感じで僕のトレードのノウハウとかを一部シェアしてっていう体験会系でやってます、うん、ちなみにその LINE の配信とかで、まあ、翔さんが意識しているようなテクニック、まあ、1個か2個でもいいんですけど、もしあればちょっと教えていただけますでしょうか？ステップメールみたいな感じで配信できるようなことを意識してて、はい、配信してるうちにいつのタイミングでも個別相談が入りやすそうな感じで配信してます。皆さん気になると思うんですけど、インスタから LINE 登録しましたっていう時に最初プレゼント送るじゃないですか。あの1通目っていうのは、はい、翔太さんの場合は大体何文字ぐらいのメッセージでどういう内容を今お渡ししてる感じですか？文章的にはちょっと多いんですけど、まあ、500文字以内っていうのは意識して、でそこにプレゼント動画、 FX で自由になるための5ステップっていうことで、ちょっと長めの動画なんですけど、これをプレゼントとして渡してて、で最後に個別相談の案内をしてるっていう感じですかね。あ、なるほど。やっぱこれ鉄板ですよね。無料特典プレゼントの中の最後に個別相談をちゃんと誘導仕込んでおくっていう、はい、そこしっかりやられてるところですよね。動画を見てそれで申し込まないっていう人も、はい、後で個別相談申し込みますっていう人も結構いると思うんですけど、その後はどういう風な動線で個別相談の入り口を作ってる感じですかね？定期的に無料体験会やってますっていうのは流すようにしてます。あ、もう配信で流しちゃうって感じですね。でその時めちゃめちゃ厳しめに言いますね。結局行動しない人っても何やってもダメだから、やんないとダメだよねっていう話をしてます行動の重要性、自己投資の重要性、学習の重要性、継続の重要性とか、その辺の一歩ちょっと踏み出してもらう。でも厳しいこと言っている実はアメとムチで背中を押してあげるっていう、まあ、そういう配信をされているってことですよね。教育も大事なんですけど、人間性格なんてそうそう変わんないじゃないですか。だったら強めに言って、自分の素を出してるって感じですかね。あ、なるほどなるほど。それが本当に好きな人いますからね。やっぱり翔さんの配信読んでてすごいモチベーション上がりますとか、僕もどっちかっていうとそう言われた方が逆に燃えるタイプなんですよ。ターゲットによって使い分けるっていうのがね大事かもしれないですけど、翔太さんの場合はド S スパルタ系のブランディングでハマって売れているっていうことなので、営業に関してちょっとお伺いしたいんですが、最後 Zoom で、まあ、商品ご提案していただいて契約になった時って、はい、個別相談来た時にはどんな感じで制約された感じですか？体験会をまずして、まあ、ノウハウも可能な限りシェアするんですけど、その後に FX で成果が出ない5つの落とし穴があって、これ解決するために僕は個別相談とかやってるので、任意の方は参加してくださいみたいな感じで、来たい人だけ来てねっていうスタンスでやってます。で最初無料ノウハウ一部シェアしますよっていう会があって、その後に本気の人だけ説明しますよ。で来てくれた人に、あ、商品説明でこういう商品があっていくらで売ってますよっていうのを提案して、セールする時ってお客様が今何につまずいていて、どういう壁があるからうまくいかないのかっていう、お客さんがうまくいっていない根本の原因をちゃんと認識してあげるっていうことがね結構重要っていう話があるので、よくなんかノウハウをセールスの時に話しすぎちゃうとね売れないっていうのがありますよね、うん、FX の場合だと特にそうですね。しかもなんか一部ノウハウを教えてもらっても、お客さんはそれで絶対全部できるわけじゃないのに勘違いして、じゃあもうあと全部自分でやっていますって言って、それで自滅してしまう方とかやっぱいらっしゃると、お客さんのためにもならないですし、はい、自分でやりますって言ったら何ヶ月後とかにやっぱりちょっと無理でした、でもその頃にはもうお金溶かしてるっていう感じなんですよね。そのためにやっぱコンサルとかそういう添削だったり指導があるから、まあ翔太さんサポートっていうのがね、はい、あると思うので、はい、今日はねインスタだけじゃなくて LINE とか販売動線、営業の部分まで深いねところを聞かせていただいたんですが、翔太さんの LINE 公式アカウントもね、こちら概要欄にインスタと一緒に貼っておきますので、こちらもねぜひ見ていただくとですね、ド S スパルタ系の発信だったりとかですねマーケティング的にも勉強になると思いますので、ぜひこちらもねチェックしてみていただけたら嬉しいなというふうに思います。翔太さんね、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。
はい、今回の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね、 SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね、日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね、下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの名文字でね、メッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね、参加特典としてこちらに出ているね、豪華6大特典もね、無料でもらえますので、ぜひね、セミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。